今日のワンポイントガイドは猛獣館です。紹介するのはエゾヒグマですね。北海道の猛獣です。猛獣館は世界中の猛獣が集まってますね。アフリカ代表ライオン、ロシア代表のアムウルトラなどいますけど、そいつは北海道代表と。北海道にも猛獣はいます。それがこのエゾヒグマなんですよね。さあ紹介していこうと思うんですけど、あなたなんで撮ってるんですか。あなたは何で撮影をしているんですかというと、あ、ドイちゃんじゃないですか。よろしくお願いします。今日もイケメンですね。あ、お客さんがね、言ってしまうとよろしくないのかもしれませんけど、すいません。さあ今日もじゃあドイちゃんに、ヒグマの紹介をしていこうかなと思いますね。これ十分でかく見えますけど、メスなんですね。トンコと言います。トンコはね、トンコ何歳だか知ってますか。19。惜しい。21歳なんです。今日今年新人が、新人飼育員が入ってきて、ね、20歳と22歳の新人入ってきましたけど、ちょうどね21歳同世代ですね。今年の新人と同世代ぐらいの年齢であると。まあ、ヒグマ寿命はね30年から35年ぐらいなので、まあトンコはもう中年ぐらいの年齢には、人間に例えればまあ中年ぐらいの年齢にはなるのかなと思いますけど、まだね高齢には早いと、高齢というには早いというような年なんですね。じゃあトンコの体重どのぐらいあるでしょうか。ドイちゃん想像してみて、体重当てクイズどうでしょう。750。おお、なるほどね。正解はね160ぐらいかな。これはねメスだからね200キロはないぐらいかな。すごい爪だけどね。オスなら250キロ以上、まあ大きいオスなら300キロとかあります。まあこれがね150、60としたら、この2倍の重さ、オスはもうこれよりもでかいと。まあ、そんなものが北海道の山の中に住んでますよということなんですよね。まあすごいでかさですね。じゃあそうだね、すごい爪。さあトンコの、ね、指の数何本ありますか。5本、ね、人間と同じ5本の、うわすごい爪、ね、こう観察できますよね。この空間ねすごい危険なので、ドイちゃんに中に入ってもらうわけにいかないんで、一歩下がって見てもらってますけど、ね、この辺までね爪が届いちゃうんだよね。だから僕の頭の上まで届きかねないぐらい、まあ、結構ね爪が出てきます。そう、じゃあヒグマの野生での食べ物、ヒグマは野生で何食べてるでしょうっていうね、またねドイちゃんに今日は質問を連発するという流れでいこうかなと思いますけど、ヒグマじゃあ野生では何を食べてると思いますか。肉です。肉っぽいよね。いかにもねすごい剣歯も鋭いしね、爪もすごいからね肉食っぽいけど、野生ではね9割以上は草食をしていると言われるね。春には山菜、フキノトウとか水芭蕉とかタケノコを食べていると。夏には昆虫を食べたりして、で秋にはクルミとかどんぐり、山ぶどうとかを食べるね。で冬は冬眠すると。意外と、ね、肉食はまあ全体の1割に満たないと言われるね。よいしょ。動物園でも今は、まあ、これは牛乳なんだけどね、牛乳とかをあげています。そう。で、こういうふうに、今、この木の枝があるけど、クマはね、意外と舌が長いんですね。で、夏の間は、その昆虫などを食べるんだけど、この鋭い爪で木の皮を剥がして、出てきた昆虫を食べたりする。その長い、よだれがすごいけどね、よだれがすごいんだけど。クマのね、長い舌をね、見えますかね。おー、なかなか意外とね長い舌をしているんですよというわけです。ね、クマの舌はね意外と長いんですね。この昆虫を食べたりもします。まあ9割草食だからね、動物園でもこうやって白菜とか、ね、人参、あとはさつまいも、こういった植物質のものをあげてます。で、これガイドに使う餌だからちょっとだけ持ってきてるんだけど、まあ、白菜は1日1キロあげてるし、人参1キロ、さつまいも1キロ、トマト1キロ、まあ、全体で言うと5キロ弱ぐらいの餌を1日に食べてますね。よいしょ。で、こういう餌もあげてるんだけど、それはクマ用ペレットっていうね、小麦粉でできている。クマ用の餌ちゃんとあるんですよね。ドッグフードやキャットフードも
ありますけどね。ベアーフードもちゃんとあるんです。ベアーってね。熊用とか言って。日本農産工業株式会社。ね、ちゃんと熊の餌ってもちゃんとあります。熊牧場とかね、その動物園ではこういった熊用の飼料をあげている。まあこれだけでも熊はね、飼育することはできるんだけど、まあ動物園では新鮮な、こういった新鮮なものも織り交ぜて、これトマトだよね。美味しそう。真っ赤。こんなのをね、餌としてあげてるんですよ。というわけなんですね。まあ、クルミとかもありますけどね。これは野生に近い餌ですよね。これどうですかね。これ殻ごと食べれる人いますかね。これ、ものすごい硬いですよね。これをじゃあ、トンコちゃんにちょっとあげてみようと思うんだけど、今ここであげたらね、指噛まれるので、一個向こうに置きます。で、その後、カメラの前に置きますんで、ちょっとね、移動しますよ。いいよ。こうしないとね、僕の手が危ない。どうかな、音聞こえるかな、これ。バキバキ。すごい顎の力。ね、熊はね、一個一個くるみを割って剥いて食べるなんてことはね、しないね。バリバリ食べてしまう。この顎の力はやっぱり猛獣なんだなっていうのがね、分かってもらえると思います。で、目はちっちゃいですね。つぶらな瞳をしているけど、まあ、視力はあんまり良くないと言われます。どっちかというと夜行性で、この長い鼻で、嗅覚で食べ物を探すというふうに言われますね。そうそうそう。まあね、動物園でね、さまざまな餌をあげてます。野生でも雑食で、その季節その季節のいろんなものを食べてるので、そして早くよこせとやってるね。まあ動物園でもさまざまな餌をあげているけど、まあヒグマのお話で、トンコのガイドするとき必ずこれ絶対お話ししてる話があって、まあトンコがどうしてここにいるのかっていう話なんだよね。その21年前に中頓別町に子連れのクマが現れて、で、まあ人里に来ると危険であるということで、母グマは射殺されてしまった。そして、子グマを捕まえられて、まあ子グマも親と一緒に処分するっていう判断もあったかもしれないけど、動物園に電話が来て、まあ、子熊は可愛いし、殺すに忍びないから、まあ、よかったら動物園で引き取ってくださいと言われて引き取った。それが21年前なんですね。中頓別で保護されたから、トンコっていう名前になって、ここで飼育されてきたんですよと。まあ、トンコはね、今動物園の人気者のように暮らしているけど、こいつのお母さんは人間が殺しちゃったというわけだよね。人間に母親を殺された熊を見に、日曜日に家族連れが来て、賑わってる。これはまあちょっと皮肉なことかもしれないね。もしかしたらね。まあトンコの話を伝える上で、まあトンコを通じて、まあヒグマは危険な動物だけど、まあ彼らと北海道で、共存していかなきゃいけないよと。まあそのために守んなきゃならないことがあります。まあ一つには、山でね、ゴミを捨ててはいけない。お菓子を食べたり、ジュースを飲んで、そういった空き缶を山に捨ててしまうと、野生動物がそういった食べ物の味を覚えてしまうわけですよね。あるいは熊鈴をつけて出会い頭の事故を防ぐとか、まあ、あとはそうですね、お墓参り、北海道でお墓参りをして、お供え物をして、お参りが終わったら、絶対お供え物を置いていっちゃいけないって言われるんだよね。それは、ね、個人に捧げる気持ちであったとしても、結果的には野生動物を餌付けして引き寄せてしまっているのと同じですよと、まあ、そういうふうに。そういった知識があればね、お参りが終わったら、お供え物は持って帰ってみんなで食べようねとか、その場で食べて片付けて帰ろうとか、まあ、そういった判断ができますよね。あるいはね、知床なんかではもう道路際まで熊が来てしまうと。そうすると、まあ、心ないというか、知識のない観光客の人は餌をポンと投げてしまったりね、熊が本当に間近にいるのに車を降りて撮影会が始まっちゃったり、そういったね、危険を分かってない人がいると。ね、観光客の人はその場でいい写真撮って帰るだけかもしれないけど、知床の人たちにとっては人を恐れない人間の食べ物の味を覚えてしまう危険なクマが増えているっていうね、まあ、現状があるんですよね。まあ、そういったことを、トンコを通じて知ってもらってね、クマと共存するためのルール、まあ、人間の側が守らなきゃいけないルールがあるんだってことを広く知ってもらえれば、この、21年前の子グマを殺さないで今ここで飼ってるってことにも価値が出るんではないかなというふうに思うんですよね。逆に
ね、その熊すごいね、かわいいねだけを伝えて、この命を、まあ、見せ物に使って、消耗しちゃいけないなっていう思いで、動物園では必ずこの、トンコの生い立ちの話は、ガイドの中で必ずするようにしてますね。まあ、最後にね、時間がもう10分過ぎたかなと思うんだけど、最後にね、トマトをあげたいと思います。ヒグマの運動能力、木登りが得意なヒグマ、木の実を食べたり新芽を食べるために、高い木に登ることもあります。そんな最後、トンコの姿見てもらって、終わりたいと思います。よいしょ。あっという間に食べちゃう。ね、すごいよね。ちゃんと手のね、手についた汁もきれいに食べている。ね、この仕掛け、いかにもね、旭山らしい行動展示の、熊が登る姿展示してますけど、これね、うちの飼育係考えたんじゃないんです。実はね、テレビの企画で、お笑い芸人のよい子の浜口さんがね、これをやったら面白いんじゃないかっていう発明したのが、これがすごい面白いから毎回ガイドで使っているというね、さも自分が発明したように使ってますけど、これはね、本当はね、よい子の浜口さんが発明したというね、それを最後見てもらいましたけど、まあ、トンコを通じてね、今頃野生のヒグマたちにも秋が訪れて、秋の恵みを食べてるのかなと、これから冬眠に備えて栄養を蓄えてるんだろうなと、まあ、そんな彼らの野生のヒグマとの付き合い方をトンコを通じて、感じてくれる人が増えてくれたら嬉しいなと思います。ということで、10分ちょっとはみ出ちゃいましたけど、これでワンポイントガイド終わります。